女の子の下着をジロジロ見ちゃダメなんだぞ。
シカ君は悪くないよ。今回のことは私の不注意だから。学校帰りのお客さんもまだ少ないから、私も手伝わなくて大丈夫そうだって。それはそれですごく楽しいんだって。そういう時のお母さんってちょっとすごいんだよ。
信。ありがとう。でもそんなこと言ったら私よりも近くんだよ。世界一の着ぐるみを作るんだもんね。